ショービジネスの世界では、動画や写真で自分をアピールするスキルは必要不可欠。もちろんスクールアイドルにだってね。だから今日はこの私が魅惑的な笑顔の作り方をバッチリ教えてあげるわ。ほら、カメラを見て笑ってみて。まずは私の真似をすれば完璧なはずよ。ほら、もっと唇を上げて楽しそうに、ギャラクシーって、それじゃあ笑顔っていうより引きつってるわよ。もう一度、世界の注目が集まっていることを想像して、ギャラクシー。あ、あら、もっと硬くなっちゃったじゃないの。普段の笑顔は悪くないんだから、それをお客さんの前で見せればいいだけよ。ほら、このスミレがとことん付き合ってあげる。できるようになるまで練習ったら練習よ。自分ではしっかり笑っているつもりなのですが、まだ引きつっているでしょうか。いえ、撮影すること自体は構わないのです。でも小さい頃からネットはあまり使うなと言われてきたので、今でも意識してしまって。もうそんな時代ではないということは分かっているのですが、すみれさんはショービジネスの世界で活躍されていただけあって、とても魅力的な笑顔ですね。見ているだけで心が華やぐというか、素敵です。私にもそんな笑顔を届けることができるでしょうか。緊張はしてしまいますが、何事も経験、練習あるのみ。これもスクールアイドルをやるためには必要なステップなのですよね、すみれさん。いえ、すみれ先生、私やってみます。今日はとことんコツを学ばせてください。